で成長虹色動画、今日は赤色でさ親子で音楽カイドウボのスペシャリストが懐かしの大ヒット曲を歌ってみたシリーズ第1弾、本日は氷川きよしさんのずんだかぶしやってみたいと思います。はい、ということで、親子で音楽、今まではね、そうギター、タカちゃんのギターで、家族でいろいろ歌いたい曲をねギターで練習して親子で大合唱、まあ、これもねやっていきますよこれからね。あんで、あのね、みちこ様のピアノで練習してレモンちゃんと歌おうとか、ピアノで練習して親子で大合唱、これもやっていきますけども、練習がねむちゃむちゃむちがかかんのよ。なのでYouTube にカラオケ音源ありますから、それでねいろいろね、簡単に歌だけねこうやっていきたいと思いますが、もう一つのね、目的として、タカちゃん介護予防のスペシャリストとして紫色草ね、今日赤色ですけども紫色草で、脳トレ体操とか介護予防体操、皆さんご存知の唱歌を使った歌体操なんかで、スマイルアクティビティ介護予防の活動をしております。ここにですね懐かしのヒットソングね、僕の世代のなんかヒットのミスチルとかスピッツとか、それではねやっぱり介護予防の必要な世代盛り上がらないですね、やっぱりね。だから介護予防の世代の人の昭和初期から中期にかけての歌、まあ平成もねヒットソングやったら、今日のなんか平成ですけどね、まあその介護予防シニア世代の方が分かる歌もタカちゃん勉強していって、その紫、今日赤色ですけど紫色草の介護予防の活動に生かしていけたらいいなという思いも込めて、この赤色草歌ってみたシリーズ、懐かし夏ベロ歌ってみたシリーズやっていこう、と思います。そして今日はね、ずん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 だかきよしのところを元気に変えてやっていこうと思います。さあそれでは行ってみよう、ドン。さあ皆さん元気にずんだこスパークしていきましょう。はい、ずん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 だこ元気、ずんずんずんどこ元気、風に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いた花ならいつか散る、同じソドムの恋の花、向こう横丁のラーメン屋、赤いあの子のチャイナ服、そっとめくばせチャーシューをいつもおまけに3枚、ずん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 どこ元気、ずん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 どこ元気。ありがとうございます。さあどんどん盛り上がってね、ずんどこいきましょう。明日あさってしあさって変わる心の風車、胸に涙が溢れても顔に合わせない男なら、角のガソリンスタンドのなぜか眩しい時にはこぼれ雲が気にかかる。さあこの曲は最高ですね、みんなで一緒に盛り上がって元気になれる。さあ次のずんどこで皆様の元気100倍だ、いくぜ。はい、せん全然全どこ元気、全全全全どこ元気、辛い時でも泣き言は口を見せん
大事文字いつか必ずふるさとへ錦飾って帰るから守り袋を抱きしめて奥に名前で歌うのさ西の空見て呼んでみる遠く優しいお母さん。はい、ツン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 どこ元気、ツン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 どこ元気。ありがとうございます。さあ電気が爆発した100年時代120まで、はい、ありがとうございます。そんなわけでね、また介護予防のスペシャリストタカちゃん、いろんな往年のヒット曲、懐かしの昭和の、まあ、平成もかぶるかな、紅白。